立ち上がり、まあ、大事な10分などとも言われるんですが、両チームとも、まあ、狙い監督の狙い通りのプレーはなんとかそうですね、まだその守備の意識が非常に高いですよね。あ、なるほど。さあサンフレッチェがいい位置でフリーキックを得ました。前半の8分過ぎています。さあ小村も上がっていきました。ボンバーヘッド蹴るのは左足ならば森崎浩二、弟の方か。さらには駒野の背番号5も見られますし、右ならばお兄さんの森崎和之の方か。前半9分経過、いい位置でのサンフレッチェ、ヒット浮かして、わずかにポストの外、小村ですね。あ、今のプレーは面白かったですね。そうですね、森崎兄弟が、はい、2人ならではの触らずにね、あ、足でちょこんと上げて、ふわりと上げる、あの一つ一つのプレーはすごく難しいですよ。これ軽く上げるのもそうですし、はい、このパスもそうです。はい、あとはこれは小村選手はね、振り向いてのボレーシュートですから。そうですよね、ものすごいあの高度な技術をやったわけですよね。小村のボレーもだから90度以上の角度でこう、いや、すごく難しいですね。後ろから来るボールボレーですからね。フリーキックもそうですけども、まあ、こうああいうプレーを見せられると、こういったコーナーキックっていうのも多分相当な数練習してたもんですよね。何かあると思ってしまいますよね。まその中で大村選手のヘディングの強い選手もいますから。森崎和之、バーだ、これもそうですね、フリーキック左足、完全にハットクショがレフリーになっていました。遠いところから駆け上がってボレーを打っていきました。まあ、マークがついてますから、多分早くリアクションアクションをして、ニアに全員走ってるんですよね。はい、それをシートキの選手が全員つられる形で一枚裏から、なるほど、どっかり空いたわけですね。そうですね、もう多分ね、相当長い距離走ってるんじゃないですかね。あ、ここ画面ではいない位置からですからね。ただまあこれもね、今ポストですけど、また次使えないですね。あ、そうですね。